マスからの最終日スタートでございます。ありがとうございます。食欲かたまり、食欲が今、まずコーヒーを持ってきました。いらっしゃいませ。お兄さんすいません、はい、あのコロッケ一つ、コロッケが一つと、あと牛乳一つ、牛乳が一つ、はい、あと里芋二つ、里芋が二つ、あとそば六つ、そば六つ、あと明太子スパゲッティ七つ、明太子スパゲッティが七つ、はい、それ全部やめてもらって、やめて、はいはい、コロッケ一つ、コロッケ一つ、牛乳一つ、牛乳一つ、以上で、そうなりますか、ね、すみません、お願いします。いや、自分で飲むのかい。お待たせしました。ありがとうございます。ミルクでございます。はい、ありがとうございます。山田さん、はい、お待たせいたしました。コロッケ、冷製風、冷製風コロッケ、ごゆっくりどうぞ。癖夢マート、夢マート、夢マート、はい、夢マート、はい、行きました。出雲ということで、着きました、ね、出雲大社、日差しが強い、出雲大社だよ。見えた、すぐ見えた、本当眩しくて目何も開かないんだけどさ、照り返しがすごい、この下がさ白すぎて、照り返しがもう照り返し照り返しがすごいったらありゃしない。絶対違う。ここじゃない。顔の。これ現在地、現在地。ここがまさか本山だと思っていたところが実は本山ではなくて、今からここサブなんだよね。いいんじゃないだね。あの江戸あれだよね。一番と締め縄って。なんかそんな感じがしたけど、あれはサブ。あとうちらのこちらサブだそうなんで、ちょっと今からメインのところに行きたいと思います。おみくじを買いました。無事お守りも買ってね。買いました。おみくじも買いましたけど。あ、この分も買いました。はい。ビリビリになっちゃった。あ、ビリビリになっちゃった。あ、やばい。ん？大吉とか出るタイプじゃないやつ。まさかの。まさかの大吉とかじゃないパターン。知らん。自慢は帰って己を損ね。気まするなよ。その下も大事。また人を恨まず、これを慎む。大丈夫？なんだろうね、和上中中条、うん、本年は精進注意しなさい。小舟に乗って大会に乗り出すように不安心だ。努力もしないで偶然の幸せを頼んではならない。ダメだね。気をつけます。出費が多く損害に重なる兆しがあれば無駄遣いしてはならない。でも努力により叶う、努力しろよってことですよね。だから当たり前、偶然を装って幸せを掴んじゃいけない、うん、な待つなって、がむしゃらに行けよ。結婚よい。ざっくり結果的に、じゃあこれは源太くん的にはあの何吉ぐらいの。大吉です。大吉、はい、すげえポジティブじゃん。横良いだから、ほらえ、ね、見てください、この天気ね、ほら横が良い。マジで天気良くなった。初日でこれであったら欲しかったんだけど、うん、僕は多分あの 何大吉とか書いてある、なんか何してもうまくいくみたいな。よしよし、はい、じゃあ一緒に読みましょう、はい、はい。正直にして曲がった心なく、神先祖に祈りを深めば、神新人一体、なんだろう、祖孫一条となり、何事にも光栄に結ばれざることなし、最後なしってことはどういうこと、否定なの。結ばれないことはないってことですね。結ばれざることなしだから。何そのギャルみたいなさ、何事なくもくなくなくないみたいな。そうそう、ほら本年は雨に閉ざされていた空が久しぶりにカラッと晴れて、清らかな朝日が差し込むようになる年で、いよいよ公園に結ばれる生き生きとした暮らしの年で。素晴らしい。すごくない。今まで雨降ってたんですか、私。君の人生ずっと雨降ってた。ちょっとね、ちょっと小雨ぐらいの感じで、はいはい、今年からはもう本当にもう晴れ晴れとして、
ね、本当嬉しいね。いいじゃないですか。ね、遠い東南北良い。もうじゃあ僕も西行きません。もう僕西歩かないわ。西来てるけど大丈夫。西え？今西来てるけど。あの迂回してなんとか東の方に。ということですね。僕はなんでいいかというとですね、こう番号見ていただくと一番なんですね。なるほど。私23番。ね、うん。中途半端。リアクション取りづらい。拝んでたこれはさ、本当に記念すべきじゃない？だってさ、この御所に一番最初ってなんだっけ？一番最初。一番最初全然何でもない。何でもないってことで、じゃあ何でもないんだ。これ自体が、うん、あの出雲大社の御所院で、で、なんと今までずっとやってきて、やってきて、今日出雲大社で書いてもらったのが、ラストでございます。ラスト。すごいじゃん、びっしり。すごいよね、それ。それってさ、あれでしょ、なんかこう、バーって開いてさ、うん、なんか、呪文となると、なんか、こう、魔法陣、引き入れてしまう。でもなんか、リアルにこれで、例えば天国に行けるみたいな。え、天国行く気なの？今まで亡くなったばあちゃんも集めてて、うん、3冊ぐらい全部なんか、こうやって、ビャーって。そう。じゃあもう、ばあちゃん多分、あれだよ、なんか天国への、なんか多分、往復切符ぐらいもらってんじゃない？帰ってくるの？そう、やった。帰ってくれると思う、多分。まくるまーす！ハッピーというわけで、先ほど通った夢マートの方に帰りに寄って遊んできましたので、どうぞ。懐かしいなんで、ちょっと。いつの間にか3やねん。いつの間にか3やってる。低いもん。やばい。めっちゃ低い。お話し中やねん。話全然聞こえない。両方回すの？回し、回し、回し。花火2発まだまだ3発頑張れ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 待って待って待ってまだ待って待って待って時間めっちゃやばいよまだ全然やるこんなハードやっけまだ半分でしょだって昨日のパラグライダーがちょっと何なこと言うのボタンを押すとか言ってるボタンを押すよボタン押すのまだあと4分でしょ見てこのアンパンマン見てアンパンマンめっちゃ速いよめっちゃ笑顔だけどアンパンマンめちゃくちゃ揺れてるけどちっちゃくね違う大きくなったの僕やばいエモいここにエモさ感じてる、絶対壊れてるよね音めっちゃギシギシ言うてる急にユーロビートみたいなやつだんだんずんってたんってたんだんだんだんあれ舌が大人になったのかわかんないけど美味しいもの知っちゃったみたいただございます。ということで、間もなく、名物ベタ踏み坂、はい、ご来店です。さあ青になりますよ。ゴーゴーゴー。てん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 ってことでしょ？ここからスターを取って。おーい。おーい。うおーい。これはね動画で見るよりなかなかの迫力。伝わるかな動画で。いやー伝わりにくいかも。うおー。おおなるほど。なるほどなるほどね。こんな感じで。そういう感じね。オーケーオーケー。オーケーオーケー。危ない。やべやべ。息止め出た？息止めました。線？線なの？僕吐くかなじゃあ。危なかった。人間の匂いがしたぞ。はいはい。線はどこだ？線はどこだ？線は線は線は。弦はどこだ？弦を出せ。あなたの名前は小倉源太の御事の主。そのままだね。
ということで以上鳥取旅終了でございます。本当にたくさん見ていただきましてありがとうございました。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。深津亮太でした。